平野紫仕様、神宮寺勇太との合流に反感期、イムップの新たな展開とは、イムップの合流と飛べの戦略、滝沢秀明氏の巧妙な計画。7月14日、滝沢秀明氏41歳のエンターテインメント会社、飛べが公式 YouTube チャンネルで19時から生配信を行いました。 その生配信の中で、元7人組グループ、インパクトオーズのメンバーが合流し、彼らの新しいグループ名が、イムップ、であることが発表されました。この生配信は、145万人の同時視聴者数を記録するなど、大きな話題となりました。イムップ、はすでにトベが制作費を負担して、3曲の新曲を収録済みとのことです。この背景には、 滝沢氏の親心が見え隠れすると言われる、ジャニーズ JR より先にデビューさせてやりたいという思いがあるようです。イムップはもともと滝沢氏がジャニーズ JR の育成プロデュースを行っていた時に命名された有望株でしたが、滝沢氏がジャニーズ事務所を退所した後は扱いが変わりました。 滝沢氏が退場すると、ジャニーズ事務所の藤島樹林恵子社長が自身が、スグループを優先するようになったため、イムップはデビューする機会がなくなっていました。そのため、退場したイムップが飛べに合流することが規定路線とまで言われていたのです。滝沢氏のデビュー戦略について、スポーツ紙記者が次のように話しています。まず、 滝沢氏は元 V6 の三宅健氏が合流したことで本格指導をアピールし、続いて元キングプリンスへの平野市用氏と神宮寺雄太氏が合流したことで金プリ時代のファンを取り込みました。これにより、トベに合流したイムップはインスタグラムのフォロワーを急増させ、多くのファンから注目を浴びることに成功しました。現在、イムップ は一般的にはあまり知られているグループではありませんが、都米への注目度が高まっているタイミングで合流を発表したことで、彼らのデビューが最も注目されることは間違いないようです。そして、これは滝沢氏がジュリー氏を出し抜くべく次にデビューするジャニーズ JR よりも早くイムップをデビューさせたいという思惑によるものとされています。 また、現在夏に開催される、オールジョニーズ JR2023 オガッショイキャンプ、インドウムでは、ジャニーズ JR からのデビューが発表されると予想されており、中でも注目されているのが、ジュリー氏が目をかけている、えいグループです。そして、戸辺には三宅健氏に続き、平野氏陽氏と神宮寺雄太氏が合流していますが、さらにイムップ。 も合流したことで、えでえ、グループ潰し、という見方も出ているようです。滝沢氏が戸部の設立を発表したのは今年3月21日であり、まだ1ヶ月も経っていませんが、その戦略は確実に世間の注目を集めています。イムップの合流発表は、戸部にとって大きな成功となったと言えるでしょう。そして、イムップ。 のデビュー発表が近いうちに行われるかもしれないと予想されています。